2月5日のケリヒメスイーツ。アイテムが3人増えてるから、なんか作れるやつ増えてるね。何の作成本手に入れてたかな。お、ドレス。二次クジャク。過激衣装。これは大成功出したいですね。石はまあまあ余ってるから、何でいこうかな。30%。さあ、55% の確率で大成功。今回はどうなるか。はい、大成功。あ。しかも間違えて装備しちゃってないか、今。いりません。やめて。何に変えとこうかな。プラチナ、何、最近何つけてたっけ。プラチナの普通にドロップ率上がるやつとかでいいかな。金箱系もそれはそれで重宝しそうだけども。さて、今回はどこ行こうかな。この春風のなんやかんやでもいいんだけども、これは倒すのはそんなね、苦労はしないので、ババロア学園行きの、また4つ目のとこ行くか。結構裏でやってて、さあ今回これはどういこうかな。手持ちキャラでもどうにでもなるけども、まあせっかくなんで家元を。犬ミンチの方もね、ちょこちょこやってる。目当てのアイテムがそんなには落ちないんだけども。大冒険の始まりよ。よし。わりかしカリンちゃんが活躍してくれてるな、どこでも。ヒット数あるし、光属性だし。家元のいいところはね、この近接の丸の方だとライフ10削れるのがまた強いですよね。ライフがありすぎて、その普通に戦いはするんだけども間に合わないみたいなね、パターンも結構あるだろうから、やっぱね、ライフ数多く減らせるやつは重宝しますよ。ミス。オフのおかげでミス。もはやこう俺のミリオネアで稼ぐのもありだな。残念。千住パンチが意外とね、上下幅あるから、下に降りちゃってもちゃんとこの上のやつに当たると。確かボスとか強敵相手だったな。だとこのカリンちゃんは攻撃力アップ。こういう効果もつきつつ。クラゲをやっつけの。さあ、そして、ゴフがいっぱいついてる。ドナテロだっけかな、こいつは。ドナテラ。ドナテラだね、ドナテロだと。あの芸術家の方になっちゃう。ミュータントタートルズも思い出すね。あの芸術家たちの名前を使ってるからね。ティーンエイジミュータンニューチャンタートルズ。で、家元のまた便利なところが、ゴフがついてても、はい、そんなの関係ねえの。ほんと便利だわ。今週どこだったらね、助っ人 NPC にも進学生の家元入ってくれてるから、その分はね、借りて使用してクリアするっていうのもありだね。フレンドの方にちょこちょこいたりするんで、そっちがいたら、優先だね。さらにもう一回行こう。助っ人 NPC はやっぱりフレンドのとかと比べると強さは劣るけども、そもそもの性能で120万で十分と。
まあ、さっきと同じパターンでやっていきましょうか。ケリ姫って節分イベント系ってあったっけ？豆がどうこう系とかっていうのは。イベントで言えばあれだね、本来は雪ミクのコラボがあったんだろうけど、雪祭りなくなっちゃったからね。雪ミクは雪ミクでやったりは、いやないか、そもそも雪祭りないから、雪ミク2021ってのは、ない。あの、キャラとしてもデザインのもあれもないってことなのかな。ちょっと横で検索してみよう。雪ミク2021。まあ一応デザインは出てるんだよ。これ、あれどうなんだろう。これは21のデザインの、かな。メインビジュアルのが。うん。スノーミク2021、開催延期。うん。雪祭りのとはまた別で、なのかな。そもそも、スノーミク、ちゃんとどういうものかを把握してなかった。まあ延期でやってくれるんだねこっちは。じゃあもうちょい経ってからこっちのコラボもまたやるかな。マジミラとユキミクはね毎回コラボやってくれてるからね。まああったらあったらね、うん、新規キャラも増えることだし。このちっちゃいクラゲ出した後のこの間が嫌なんだよな。なんか妙に、あれ。動いてはいないけども、演出上はまだ続いてるってことなんでしょう。はい、千獣パンチと。で、こっちのステージは、集めるべきものが、このドーナツですね。今何個ぐらい集まってるかな？お、30個。もうちょいですね。40溜まったらアイテムが手に入る。うん。それ目当てですね。俺は。うん。あと、春風のなんやかんやも、これもやっておかないと。こいつは、司令官とか、そこら辺サクッといけたっけかな？この前ちょろっとやったけど、なんか楽に倒せたイメージしかないな。うん。当時は何で攻略してたんだろう。ブラックカード。やったね。で、2個新規アイテムがあって、多分そうだよね。うん。柵の方は裏でプレイした時にゲットしました。で、ブラックカード使って出したんで、一気に10個集まってと。で、今回そのもう一つのタケノコの方が出てくれるかな。そしたらまたそっちもね、一気に10個。ですね。巨大タケノコ。10個入ってるかな？で、装備の。あ、5個か。ちょっと見た目の方で。タケノコ。巨大タケノコ。どこだ？どれだおしゃれアイテムの方だよね。これか。これいらない。ドレス変えよう。さっきのタケノコカラーっぽい衣装いいな。とてもタケノコです。これもありだな。もはや、姫。怖っ。いいね。うん。とても、タケノコです。また明日。どんな終わりだ。